回の MAXT のブースでは、MAX エディットという新しい製品をご紹介しておりまして、この MAX エディットという製品は、編集のアプリケーションなんですけれども、通常の編集システムとは違いまして、アプリケーションサーバーというサーバー上にアプリケーションを載せて、それをネットワーク経由で、インターネットブラウザーでアプリケーション自体をシェアして使うという製品になります。ですので、通常のノンリネアのシステムのようにシステムを組んで1台1台にアプリケーションですとかハードウェアをインストールする必要がなくて、サーバーにアクセスすることで、ライセンス数なんか制限なく使っていただけるソフトウェアです。北米ではニュースルーム、放送局系のニュースルームをメインターゲットと言っていますけれども、日本ではその他に教育機関ですとか、あとは映画なんかを制作されるワークグループで編集作業をされるような環境に、まずはターゲットとしてご紹介していきたいと思っています。MAX エディットのサーバーエディションという今回ご紹介している製品は、今年の NAB で初めてテクノロジーデモとしてご紹介したんですけども、2009年来年の初頭にリリースを予定しています。